カーシー博士の Please Understand Me 2ですと、はい、私を理解してよと、はい、この二等兵を誰かが操縦してるんですよ、はいはいはい、でその誰かが、はい、俺だよ俺だよって言ってるんですよ、はい、でも僕動いてるのは二等兵なんですよ、はい、でこの誰かが Please Understand Me って言ってます、はい、で我々はそれを探す旅です、はい、人生の目的はそこです、道ですね、道です、タオです、はい、そうですよね隊長、皆さんそう思いませんか、違いますけどね、え誰も乗ってないですか、誰も乗ってないです、もしかしたら、はい、アムロが乗ってるかもしれないんですよ、もっと僕はうまくやれるんだってそんな感覚はないですおかしいな、はい、そうですか、はい、僕がアムロですよ、なんならだこの外側を理解しろですよ、むしろ使い方全くわからない何のためにエニアグラムを勉強しました、だから僕がアムロでガンダムを操縦してるんですよ、でもうちょっとここにこういうボタンがあるよみたいな話じゃないですかあるはずあるはずっていうかあるはずもないんだそっていうかで、あ僕の知らない機能があるかもしれないが僕をよくもっと理解しろって話ですよ、ここね本当申し訳ないのが、はい、僕がこういうやつなので、はい、明日しか見てないんですよ、はい、あるはずって言っちゃうんですよ、はい、申し訳ない、はい、今日はちょっとでも NT の気質を学ぶことができればなと思ってます、はい、さくらさんごきげんよう、私も自分は自分ですよと、はい、僕自分とは違う自分はいない、じゃあ何のために学ぶって思うんですか、何のためにこういう心理学的なもの、はいはい、ユングも結局 NF タイプだったじゃないですか、マンダラだってごめんなさい、はい、別に分かれてないって話ですよ、くっついてるけど、はい、分からない部分があるぐらいの感じです、なるほど、そこに小人はいない小人はいない感じですなるほど、はい、ちょっとこの辺が僕が病気に見えるかもしれないですねすいませんというところで、はい、NT タイプザオリエイテーションオブレーショナルズ、はい、合理主義者の思考とありまして、それがまあ今ここに出ているこちらなんですけども、はい、NT タイプ、はい、合理主義者は現在に対して実用的であり、未来に対して懐疑的であり、過去に対して相対主義的であると主張されており、彼らの好む場所は相互作用の交差点であり、好む時間はインターバル、時間間隔だと、はい、これらの視点は他の気質とは異なりますと、もう交差点とか、はい、あそっか、もう時間間隔のインターバルとかっていうのは、はい、なんて言うんでしょう、計測したいんですね、そんな感じじゃないですか、なんか交差点だからここの道をあそこに右に行くとどこに行くとかっていうのをちゃんと交差してるっていうことは、はい、2つの軸があるってことですもんね、2つの軸じゃないかもしれないですけど、はい、まあ、結局こう知りたいんじゃないですか、右に行くとどこに行くとかって、道とりあえずあっちに行くとかじゃなくて右に行くとこっち、左に行くとこっち、タオじゃないんですね、真っ直ぐ行くとこっちみたいな感じをちゃんと知っておきたいのかな、はい、みたいな、まずは現実的に周りを見ると、はい、プログマティックIn Looking Around、 異なるタイプの個性は周囲の世界を異なる視点で見ていますと、 SP アーティザンにとって主要な視点は快楽主義的であり、即座の喜びを探していますと、エロティックですよね、はい、我慢できんのかと、明日を、明日の喜び、今の喜び、なるほど、はい、でガーディアン SJ は、はい、視点がストイカル、禁欲的、忍耐強いだと、生活の重荷に耐え、他人の現在の必要性と責任に目を光らせる必要がありますと、はい、ちゃんと働いてるかと、はい、維持するために、現在を維持するために、はい、責任を果たしているかと、果たしているか、俺はやってる、お前らもやれ、うん、はい、はい、で、そして理想主義者はこの点において利他的であり、常に自分を大切に思う人々に自分を捧げることに関心を持っています、はい、私を見て
はい、僕も見るから、はい、だ君たちのこと思うから、うん、私が守るんだからって、はい、プリキュアですね、はい、そして合理主義者の視点はこれらのどれとも異なりますと。代わりに NT 合理主義者は実用的な視点から即座の環境を解釈します。実用主義はジョン・デューイという方が手段と目的の関係と呼んだものと、ウィリアム・ジェームズが達成することの実用的な結果を意味しますと。合理主義者について知っておくべき最も重要なことの一つは、彼らが合理性を確信に持っていることであり、したがって行動する前に手段の効率性を考え、意図した行動の実用的な結果を予測しなければならないということですと。ああ、なるほど。何が効率化を考えて、うん、これ今本じゃなくて、はい、何が効率化を考えてあらかじめ予測しておきたいんですね。はい、そういう話、この現在の話ですからね。というのはさっきのこう今までの流れでこう SP アーティザン、はい、未来は見てないのかみたいな話をしたじゃないですか。しましたね。そういう話じゃないなって思った感じです。あ、その下未来があって SP の人は未来は楽観的に見てるって話ですもんね。 SP の人、 SP の人はだから楽しむことが優先ですよ、はい、でこの合理の人はまあやっぱりちゃんと仕組みを知ってどういうふうにするとどういう結果がなるんだっていうのを知ることが重要。なるほど、はい、うーって出てきますけど、はい、抑えますね、はいはい、今日は NT の日です、はい、私も NT っぽく、はい、確かにそれが一番効率的ですもんね。でも生きていくにあたって効率的でもわからないこともあるじゃんがその何を求めてるかですよね。ああ、そっか。それが一番効率的って、別に効率を求めてないわけじゃないですか。この NF だったら、はい、もう仲良くすることを目的としてるわけじゃないですか、うん、はい、あとわかんないじゃんが、やってみなきゃわかんないじゃんが同時にそれ、まあそのわかんないから、わかんないならちゃんと調べたらいいじゃんっていう。そうですよ、予測できるでしょってここまで調べたら予測で可能なこととかってあるわけじゃないですかおっしゃると、はい、大人に見えます。したがって彼らは最小の努力で最大の結果をもたらすミニマックスの解決策を採用しますと。そっか、はい、ミニマックスなので、はい、そこで人の感情なんてあまり構ってられないですもんね、まあ、小さな努力で大きな結果を求めてる。そうですよね、はいはい、最小の努力というのは怠惰であるためではなく、無駄な努力が彼らを非常に悩ませるからですと。 NT タイプから見ると他のタイプ、すなわち SP、SJ、NF は目的について比較的明確ではないように見え、効果的な手段を考えることがほとんど不可能であるように見えるため、ゴールが達成されることを確実にするために利用可能であれば選択し、できない場合は設計する義務を自分に課す必要があると考えています。合理主義者にとって効率が常に問題です。彼らはどこに行っても効率の追求者であり、何をしても誰とでも相互作用しても何よりもまず効率が必要です、うん、僕たちはどうやら無駄っぽいみたいですね、うん、彼らのビジュアルでは、はいはい、無駄っていうか目的が分かってないのでは。そのまあでも逆に NF も無駄だって思ってるわけじゃないですか。あ、そうですね、はい、だってそこまで調べるみたいなことがあるわけじゃないですか。とか、まあ、目的って、目的達成するたびに、例えば SP だったら、はい、なんか楽しみしてたら意味ないよねっていう。あ、そう、そこですよね、はい、はい、みたいなのが、まあ、多分お互いにみんな思ってるって話ですよね。今言っちゃった方が早くねとかって思ったりするんですよはい、はい、まあ、でも、まあ、向こうからすれば無駄無駄って話ですよね。だから結局その時間無駄にするならさって、うんうん、っていう効率的に、うん、結果を求めてるって話じゃないですか。で NF とか、まあ、他のタイプはそこまで結果を求めてないって話ですよね。あ、そうね、はい、そうね。合理主義者は
社会の習慣を尊重的でも干渉的でもなく再び実用的に見ますと。その歴史の教訓を解読し、したがってエラーを避けるために役立つものとしてみなしますと。 NT たちは歴史の教訓を知らない者はそれを繰り返す運命にあるという警告には耳を傾け、エラーを繰り返すことを嫌いますと。しかし合理主義者は他の人々の行動がしばしば偏見や慣習に基づいているのを発見し、それらを軽視しますが、それに何らかの用途が見出される場合は、まあそれをちゃんと見るときは見ます、はいはい、また合理主義者は習慣的または慣例的な行動に参加してもやや熱心ではなく、そうしたことを習慣に行うことを学ぶことはないように思います。 NT 型は本来伝統や習慣に興味を持たないため、彼らが実用的な方法と手段を追求する一貫性のある姿勢から、習慣的なことを簡単に捨てることは別に驚きませんと。簡単に捨てちゃうとそういうの、うん、残念ながら他のタイプ出ました。特に SJ ガーディアンと NF アイデアリストは社会的な習慣を守ることと尊重することは誰にでも求められるべきと考えるため、合理主義者は無関心だと考えられ、これは人間関係の問題につながる可能性がありますと。合理主義者は NT ですね、実用的な方法や手段を追求する際に伝統や習慣に対して無関心のように見えますが、他の人々と同様に思いやりがあり、感情を伝えるのをためらっているだけですと。はい、あの悪玉に挙げられました、はい、どうも NF です。まあ悪玉じゃないですけどね、伝統主義者です。はい、でこの伝統主義の時には多分そうやって書かれてるだけの話なので、うん、あごめんなさい、 NT がそうやって見てるって話です。はい、はい、いいか悪いかの話ではない。どうでしょうね、はい、そういう伝統的なことってどうというとそこまで、はい、あでもやっぱりどうしてもやっぱねバランスを取ろうとしちゃいますね僕は。だからまあ効率の方が優先だって話ですよね。で優先的に見ればそれは伝統なんてってなるでしょうよって感じですよねもう S 最近 SP がひどいですよはい、はい、なんかねみんなちょっと一個ずつ我慢でいいじゃんって僕どうしても出てくるんですよね、うん、でそれが我慢ならないって言ってるわけですよね NT は。無駄だよねって、まあ、非効率なことをやってるよっていう、はい、それもわかる。はい、地図さんごきげんよう。ごきげんよう。 SP だって効率とか考えてますよ。まあ、考えないって話じゃないですからね、はい、優先順位僕だって考えてますよ効率で。何が効率かって話ですよ。効率と、はい、まあ、その快楽主義どっちの優先度が高いかみたいな話ですもんね。あと僕の中では仲良くするのが効率的だよねって思うんですよ。それは本当に効率求めてますかですよね。だっていう話になるんですよね、はいはい、っていう。でも効率を求めてしまったがゆえに、はい、今の飽きた形ご覧なさいよって、はい、その、まあ、仕組みを変えたいわけじゃないですか、はい、伝統を壊したいんですよ。伝統を壊したいのか、まあはい、正しいことをやってるっていう意識なのか、はいはい、CXMR さんごきげんよう。ごきげんよう。効率というより因果関係という感じと、まあ、目的達成のための何をすべきかをちゃんと準備してやろうよって話ですよね、はい、でなんか無駄な労力は使いたくないっていう怠惰的な感じではないって言ってましたけど、はい、はい、あピーちゃんごきげんよう。あゆきさんごきげんよう。社会的な伝統や習慣は過去から築かれた方法論かなと、有用なら従うし自分的に不必要なら無視すると、はい、そう僕も無視は分かりますよ。はい、そんなやって無駄じゃんって、はい、でもなんか大事にしてるんじゃってしてる人がいると、はい、うーんってその人の気持ちは踏みにじれないみたいなちょっとねって、はい、じゃあこの辺までは譲歩しましょうかねって、はいはい、
その代わりなんかあなたたちも役に立ちなさいよはありますけどね、はいはいはい、さっき僕もなんかここでは NF がひどいですねこれをやり始める、はい